娘がお菓子を作ってくれました。セリアに行って材料を買ってきたんですけど、その時に見つけたのがこちら、ミニアイロンプレート、焼肉用の鉄板になります。これをシーズニングしてお肉を焼いてみたいと思います。ずっしりと重い鉄板ですね。このような袋に入っています。本当にずっしり重い。これは美味しく焼けそうだって思いますね。さあ、シーズニングです。これでお肉焼こうかと。綺麗にしない、製造時の鉄粉などがついている可能性ありますので、よく洗って、であと鉄板なのでそのまま使うとお肉がこびりついてしまうんですよ。ですのでシーズニングという油をひいて油をなじませて、それを何度か繰り返すシーズニングというものをして、そして使わなければいけないという。あのダッチオーブンなのでシーズニングされた方はよくわかるかと思うんですけど、本当に使い込めば込むほどいい鉄板になっていきますので、この作業はじっくりやっていく必要がありますね。はい、ほらこのような飴色になってきました。どうやって持ち上げるのかと思いましたけど、このようにスプーンを差し込めば楽々と持ち上げることができました。はい、人参を切っていきましょう。これはダッチオーブンで覚えたんですけど、くず野菜を炒めてシーズニングを完成させましょうってことなんですよ。で、くず野菜ありませんでしたので新品の人参を切ってみました。鉄板が小さいので2切れで十分ですね。はい、このように油をひいた鉄板で人参を炒めていきます。なぜ野菜を炒めるのかっていうのがちょっとわからないんですけど、くず野菜を炒めて鉄板と油をなじませていくということだと思いますね。はじめに炒めるこの野菜というのは鉄粉などがついている可能性がありますので食べられないということになります。ですのでくず野菜って言うんですけど、くず野菜ってなかなかないですからね。はい、終わりましたのでスーパーに行きまして、私用のトンテキとテルちゃん用のささみ半額、そして超大盛りペヤング激辛を買ってきました。半額食材を購入することができましたね。鉄板はこのような使い込んだような、まだ一回も焼いてないんですけど、使い込んだような色になってますね。はい、これを温めまして、もう落とすと大変、めちゃくちゃ熱いですからね。こちらはてるちゃん用のささみ、半額64円でしたね。こちらを茹でていきます。はい、私の鉄板にも火を入れていきますね。トンテキ美味しそうでしょう。ささみはいつもこのように、お箸とかフォークを使って裂いていきます。ちっちゃくないとてるちゃんが食べれないんですよ。さあ、焼いていきますよ。ジューといってトンテキが焼けていきます。この音いいですよね。本当に肉を焼くというのは人間のいろいろな感性を刺激する音なんですよ。野生に戻るというか、これを食いてーみたいな、そういう ドキドキワクワクした気持ち、多分何百年も何千年も前から人間はこの音に魅了されながら生きてきたんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ油が跳ねてるの分かります。これを車内でやるっていうのはもう匂いも残りますし、油でベトベトになりますし、もう大変なことなんですけど、もうでもやりたいっていうわかりますかね。はい、テレちゃんのささみがどんどん炊けていきますよ。さ、もう一度ちょっと炒めていきましょうね。よく
犬に生肉をあげるっていう方もね、聞いたことありますけど、やっぱりその人間と同じで、その生じゃちょっとどうかなって思って、いつも完璧に火入れをするようにしています。さ、この鉄板なんですけど、もう本当に熱の伝導が良くて、切ってもなかなか冷めないんですよ。本当にいい鉄板だと思います。もう食べる前からこれ絶対うまいって分かりますよね。本当になんか平気な顔してますけど、ドキドキしながら焼いてるんですよ。ほら焼けました。どうです？この油。ほら。いやー食べたいですよね。分けてあげたいぐらいですよ。うわー、なんという肉肉しい。もう一品買ってきたペヤング、これを茹でるためのお湯を沸かしていきます。ペヤング、はい、開封。さあ、ペヤングは大盛りなので激辛ソースとキャベツが2袋も付いていました。これは嬉しいですね。大量のキャベツ、もう野菜を取らなきゃいけませんみたいな、全然大丈夫、もう野菜キャベツだらけになります。さあ、お湯もむちゃくちゃ使いますね。お湯は 800cc ぐらい使いましたかね。さあ、てるちゃんが待ってます。ささみをあげましょうね。ドッグフードにささみを混ぜていきます。はい、こちらも。さ、どうぞ。さ、もう一度焼こうと思いますので、ティッシュでちょっと鉄板を拭いていきます。油が多いお肉ですのでギタギタになってしまいますからね。さ、もう一つ、もう二つ焼いていきたいと思います。さ、湯切りしていきます。はい、湯切りが終わりましたので開けていきましょう。いやー、大量の焼きそば、本当焼きそばと焼肉なんていう組み合わせだって思ってる方もおられるかと思いますけど、これ王道ですよ。焼きそばはその炭水化物ですね、ご飯代わり、焼きそばをご飯にして肉を食うっていう、これがいいんですよ。このソースがむちゃくちゃ辛かったんですけど、もっとあってもいいかなっていう感じでしたね。もう完全には混ざらない、お湯を少し残したような状態の方が良かったかもしれないですね。さあ、どんどん、この湯気も辛いんですよ。てるちゃんがちょっとくしゃみしてましたよね。Thank you.
あ、そこ誰か歩いてますね。はい、自衛隊の方が、海岸で F-15 の何か探すために今でもまたずっと歩いてますね。肉を食うっていうのはなんか健康のバロメーターでもありますよね。もうなんか体調悪いと肉食べれなくなってしまいますからっていう。ほら80歳のおばあちゃんとかでも毎週何回も肉を食ってるおばあちゃんってなんかすごく元気だって言いますからね。だから年取っても肉を食べたいっていう人は本当に元気なんじゃないかなと思います。さあ、ご飯が終わりましたので海岸にやってきました。よく来る海岸なんですけど、冬はこのようにあのゴミだらけになってますね。いろいろなゴミが海岸に落ちていますので、まあ、それも楽しいんですよね。いろんなものが落ちてます。でその海岸で今回ほらこういう何て言いますか、あの野菜が落ちてるんですよ。この野菜っていうのはそのハングルとか書いてあるペットボトルとかが多いんですけど、この野菜っていうのはどこから流れてくるんでしょうかね。この野菜こんなにありますでしょ。この野菜が食べれるんであれば、こういうね、タンパク質もしてますし、こういう浮遊してきているものに貝殻がつくんですよ。打ち上がったすぐのものは食べれるんじゃないかなっていう、ほらほらほら、もう大量の貝殻、食べれるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと当たった、貝なので、当たったら怖いなと思って、いつも食べれない状態。おっと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 、魚ですか、サメですか、ワニですか、うわぁ恐竜でしたね。恐竜が落ちてました。うわぁなんだこの頭、あ、巨大トカゲですかね。ちょっと得体の知れないものも、あ、ちょっと柔らかいので焼いたら食えるかもしれない。さあ帰りましょうか。はい、今日はセリアで買った鉄板を使って、そして肉を焼くという動画でした。セリアの鉄板、たった100円でこれだけ美味しく作れる調理器具というので、もう本当に感激しました。まあ、小さいんですけど美味しく焼くにはこれ最高っていう鉄板でしたので、ぜひおすすめしたいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。